たくさんの人に集まっていただいて、この自閉症啓発デー、ということで、ライトイットアップブルー青く、いろんなものを染めて、ということで、今日はその農福寺で10周年ということで、点灯式、等いろんな催しをする予定だったんですけれども、コロナウイルス、新型コロナウイルスの影響で、非常に皆さん集まるのは危険だということで、こういった形で、催しを変更させていただいております。もう本当にこのウイルスのせいで日常生活が今まで当たり前であったことが世界的に見て世界中で当たり前に過ごせなくなってしまっております。すみません、この日本もどん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 そういった状況に今追い詰められつつある、そんな昨今です。そしてまた、尊い命が失われ旅立たれていった方もたくさんいらっしゃいます。そんな方々の鎮魂供養、そして、この厄災がなんとか、穏やかに着地できるように、そしてまた、この青い光が自閉症をはじめ、たくさんの方々に届き、優しく包んでいただけるような、包み込めるような、そんな法要ということで今考えて、ただいまより法要を行います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。
来年はね、こういった騒動が収束して皆さんが笑顔でね、ここに集まってまた自閉症の、皆さんのことを考えられる、そんな一日になればなと心の底から記念しております。本日はありがとうございました。一緒にお祈りくださりありがとうございます。初めての試みでしたがいかがでだったでしょうか。この辺で、動画配信を終了いたします。自閉症啓発週間は今週末まで、そして月間といしましては4月中いっぱい、啓発している場所があると思いますので、もしご覧になりましたらお心に留めてください。ありがとうございます。お疲れ様でした。